しんでますか？レオニードのギター兼ボーカルの星野一花です。今日は私たちのライブを見に来てくれてありがとう。とりあえず本番っぽく挨拶してみたけど、結局 MC って何を話せば。趣味とか？趣味別にないかな。あ、ミクの歌はよく聞くし好きです。どんな時に聞くか。暇な時にも聞くし、あ、落ち込んだ時や寂しい時も聞きます。そうするとちょっと気持ちが落ち着くから。あと、お父さんからギターをもらった時はミクの歌を弾けないか練習をしたりしました。あ、そういえばその時自分の名前の由来を教えてもらいました。私の両親は同じ歌が好きで、それがきっかけで出会ったみたいです。それでお互いを好きになって、私が生まれて一つの歌で出会い授かった子だから、いちかっていう名前にしたんだそうです。だから父は、私も歌を通じてかけがえのない誰かと出会えたらいいねって言ってくれて、私にとってはサキやホナミ、シホがそうかな。なんでもない。あとは何を話そうかな。これからの目標？そうだね、私は高校に入ってからもやりたいことが見つからなくて、毎日なんとなく過ごしてたけど、サキとバンドをやり始めて、ホナミやシホとも一緒にやれることになりました。そうなるまでにいろいろあったんだけど、でも今は幼馴染4人と毎日一緒に過ごせて楽しいし嬉しいです。だからこの4人でやるバンドを精一杯頑張ろうと思います。こんな感じかな。